ブルシュは、ドイツの哲学者、マルクス主義理論家、フェビアン協会会員、元ドイツ共産党員、中林元州法務大臣を経て、共産党所属の国会議員となったが、ソ連を批判したことで、共産党を除名され、議員を辞職。国際主義、平和主義的な社会主義者として、ソ連を批判し、反共主義者に転じた。晩年は、科学論や、 論理学に傾倒した。亡命先のアメリカで死亡。ハンブルク近郊のトステットという町にある銀行頭取りの家庭に生まれる。ギムナジウム終了後、ミュンヘンベルリンジュネーブイエーナの各大学で学び、1911年、イエーナ大学で法学博士号を受けている。1912年に大学の進めでロンドンに渡り研究を続けたが、 この時フェビアン協会の会員となっている。第一次世界大戦が始まると、ドイツに帰り軍務に着くが、反戦的言動のため予備役長位から可視官に、高等され、前線に勤務し二度にわたり負傷して1918年には、中尉の地位にありながらも、国際主義、平和主義的な社会主義の立場を取る。1919年に、ドイツ独立社会民主党に加入し、 翌年の合同により、自動的にドイツ共産党員となる。コルーシュ自身は共産党との合同に反対だったという。1923年にチューリンゲンの社協連合政府の法務大臣となり、1924年に共産党の国会議員に選ばれ、コミンテルン第5回大会に出席している。国会内では極左派として独ソ通商条約に反対し、 ソビエト連邦の対外政策を赤色帝国主義と批判したため、1926年に共産党から除名された。決定的左派を形成指揮官し、共産主義政治の編集に当たったが、1928年に国会議員を辞職してからは特定の政治組織と関係を持つことはない。1933年に国外に亡命し、ベルトロトブレヒトと出会った。 1936年にアメリカ合衆国に移住し、1940年代には国際評議会通信誌や機関誌、生きたマルクス主義に寄稿する。1961年にマサチューセッツ州ベルモントで死去。1920年代のコルシュはマルクス主義の中の私的遺物論をマルクス主義自身の発展に適用しようと試みた。ロシア革命の成立により、 ウラジービル・レーニンの弟子たちの政治解釈が信託として降りてくるようになり、ロシアやドイツでは、私的遺物論が実証科学のように固定し、主観的、行動的側面をおろそかにし始めた状況を危惧していたのである。ドイツでは、コルシュの思想は、ルカーチ・ジェルジと共有され、コミンテルン議長のグリゴリー・ジノビエフによってその、哲学的変更を批判されている。 1930年代後半から、コルシュは、科学論と記号論理学に傾斜し、ソ連に対するプロレタリア独裁ではなく、プロレタリアに対する独裁という批判を通り越して、強硬な反共主義者となった。コルシュの批判は、マルクスレーニン主義の理論には受け入れられなかったが、彼の理論は依然として、数十年の間、共産主義者の 反体制派及び理論家の間で影響力を持ち続けた。特にドイツ、イギリス、ハンガリー、イタリアではその影響力はグループによって異なるものの1960年代後半から170年代初頭の革命政治の短い復活とともにより重要なものとなった。コルシュはマルクス主義者の劇作家ベルトルトブレヒトを教え親しくしていた。彼は 共産党から独立していたため、コルシュを選んだ。また、社会研究所の創設者であるフェリックス・ワイルを指導し、影響力の強いフランクフルト学派が生まれた。さらに、ドイツのマルクス主義の歴史家、アルトゥル・ローゼンベルグにも影響を与えた。間接的な弟子には、フランツ・ヤクボフスキア・ニルド・ビアナがいる。シドニー・フックは、1928年に、 ベルリンで行われたコルシュの講義に出席した。コルシュの思想は、福本和夫などによって部分的に日本の共産主義者へと紹介されたが、ほどなくして忘れられた。ありがとうございます。